のご案内です。JR 線、臨海線はお乗り換えください。レーナ調子プロレスが、新木場ファーストリングで興行、をやっているそうなので、そこでカナさんがいるみたいなのでちょっとこう全くのアポなし訪問というか熱意っていうかそういう気持ちをちょっと本当に僕の気持ちを届けたいですよね。はい、どうぞ。プロレスの映像のスタッフだと伝えたところパスをいただきました。頑張れプロレス。あ、おいしそう。よろしく。江戸川さん、よろしく。はい、私今成と言います。成っつった。今成。今成。はい。私もプロレスもやってます。あ、本当に？はい。また誰？アンディを？え？アンディ？え？なんていう名前の？今成。本名でリアルネーム。マスクある？ない。ないです。あ、頑張れプロレスってとこでプロレスやってます。今度教えてください。はい、見に行きます。ありがとうございます。これ名刺いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。江戸川さん。おい、すごい。これ見ながらプロレスあれできる。なんか俺初めて会ったけど結構彼もプロレスやってる。びっくり私も。ありがとうございます。すみません。スペアリブ美味しそうですね。はい、ありがとうございます。すごい。花さんいますかね。すいません。はい、あ、花さん。はい、あ、すいません。花選手ですか。あ、はい、あ、はい、すいません。ちょっとご挨拶よろしいでしょうか。はい、すいませんですよ。いい話です。すいません。頑張れプロレスの今成と申しますけど、ちょっとはい、ちょっとお話聞いていただきたいなと思います。今ちょっと忙しいですか。すいません。あ、後でちょっといいですか。いやいや、もう忙しいですね。断られましたね。なんか忙しいみたいです。どうしよう。どうしよう。ちょっともう一回、もう一回行きたいと思います。諦められないんでね。あ、か、かなさん。あ、かなさん。ちょっとお話聞いて。コメント。コメント？コメント出さないといけないって。ちょっと佐藤さん、かのさんがね、はい、話聞いてくれないですよ。俺の、でもそれはちょっと日頃の行いとかが、いや、なんてですか。手応えというか良かったんじゃないですかね。お客さんもだいぶ入ってて、だから私が入る前とかっていうのはもう30度、22度とかって地域場でもそれぐらいの風だったんで、うん、もうだいぶ変わったんじゃないですか。で、まあムービー入れたりとかいろんなパフォーマンス入れつつ、
あのお客さんが楽しめるようにっていうのは心がけて、で、なかなかなかったんで、ほんまに中島とは仲悪いんですけど、いつものようには激しくはできない。やらなかったです、ね、来たんですよ、はいはい、珍しいですね、はい、はい、いや諦められなくてどうしてもね、戦ってほしい、頑張るプラス上がってほしいんですよ、誰がですか、かなさんに、だからちょっともうね、ごめんなさいね、なんか僕立ち入っちゃって、でももうパス持ってるんで、パス、はい、大丈夫ですよね、団体さんが OK だ、大丈夫ですよね、大丈夫ですよね、頑張ってください、はい、失礼します、あ、カナさん、なんかまだ、なんですの、コメント出し終わったっすよね、今見てたんすよ、ますけど見てたんすよ、コメント出してたの見てたんすよ、はい、話聞いてもらっていいっすか、なんいやー、すあ、ベルト、いや、もうさっきタイトルマッチのボイスさんです、いや、すごいっすね、どうしたんすか、こんなのかいや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 、だってなんか、あ、さっきあれですもんね、ワイン吹かれましたもんね、いや、すごいかっこよかったっす、僕なんかときめいちゃいまして、はい、いや、あれさ、いや、ほんとちょっと、ほんとちゃんとお話ししたい、聞いてもらっていいですか、すいません、なんかしつこくて、ほんと申し訳ないですけど、2月の8日に、僕、アンジェラ・アミー選手っていうですね、まあ、神田アミーちゃんいるじゃないですか、神田アミーちゃん、はい、神田アミちゃん、はい、神田アミちゃんご存知ですか、ちょっとよく分かんないですけど、神田アミちゃんが、はい、僕、まあ、彼女はね、すごく、ちょっとぽっちゃりされてるんですけど、え、神田アミちゃんとアンジェラアミちゃんは一緒、一緒なんです、一緒、はい、で、まあ、僕プロデュースしてるんですよ、で、メガネをかけてちょっとアンジェラアキにちょっと似てたんで、今アンジェラ・アミにちょっとねプロデュースしてて、すごい売れそうなんですよ、嘘、はい、で、すごく、ただすごくまだ自分に自信が持てないんですよ、アミちゃんが、はい、なんで僕その子にすごく毎回自信を与えられるような試合を毎回やってるんですけど、今回は僕どうしてもカナさんにちょっとシングルマッチなんで私お願いしたいんすよ、なんでいや本当いや僕結構カナさんのエロカー主義ですとか僕マニフェストのあれとかちょっとすごく見てて感銘を受けて、それカナさんってすごいあ、マニフェストってイメージ DVD の話、いやもちろんそうですよ、それもそうだしね、すごくエロカー主義も見てくれたんで、はい、なんていうかグッとくる部分もありますし、すごくなんていうか、いやすいません、はい、なんていうかすごく自分の生き方をすごくこう曲げずに女子プロレスという戦いを通じてカナさんのね生き方とか、僕すごくそのライフスタイルに感銘を受けてるんですよ、本当ですか、本当なんですよ、で僕頑張れプロレスという団体で、はい、そういうなんですか、そういう女性の戦いも提供したいと思ってるんですよ、あーへえへえへえ、でぜひカナさんに、僕本当にそのアンジェラアミに、アンジェラアミって何やっ、アンジェラアミってちょっとマジ、はい、まあちょっとね名前はまだそんなにあれかもしれないですけど、はい、ちょっとぜひ戦ってほしいんです、シングルです、僕ちょフライングで言っちゃったんすよ、もうカナさん用意する、なんでやねん、あ、ツイッターでなんか書いてた、そうです、一方的にちょっとフライングしちゃったんです、なんか何の話、いやなんかもう逃げない、逃がさないようにしようと思ったんすよ、いや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 、まあ、わざわざこんなとこまで来て、いやもちろんですよ、あ、いやで2月4日日曜日なんですけど、王子ベースメントモンスターってとこで、その日は大丈夫っすか、いやよっしゃ、大丈夫っすよね、あってキャンセルになって、まあ、その日は空いてはいますけど、え、昼夜です、あ、いけるやったカナさんもうお願いしますよ、マジで、本当に頑張れプロレスのお客さん、マジ絶対カナさんのこと好きっすか、嘘、怖いんだけどなんですか、え、何、メガネかけてるってことですか、
いやいや、まあアンジェラはメガネかけてる。もしね、なんかカンさんもちょっとメガネ、メガネ女子的なそのライフスタイルも定着。メガネ女子かわかんないですけど、いつもメガネはかけてますけど。うわー、すごくグッときますそれ。なんでですか。はい、すいません、なんでちょっといいっすか。なんで話しますか。もう参戦決定って、もうこれ僕これもう逃げない、カンさんを逃がさないように YouTube でこれ出したいんですよ。はいはいはい、DDT プロレスの公式の Twitter から、はい、もうカンさんが参戦決まりましたって僕言い切りたいんですよ。リリースしたいんですよ。わかりました。わかりました。Twitter1 万人ぐらいの公式のあれがあるんで、はい、いや、その情報いらないですけど。それでもう伝えちゃっていいですか。はい、あ、でもわかりました。そのアンジェラさんはよくわからないですけど OK ですか。あ、はい、やったー、アンジェラアミ VS カンさん決定ですね。はい、いいっすね。イエーイ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとすいません。はい、ありがとうございます。じゃあカンさん、よろしくお願いします。はい、すいません、なんか忙しいところ。はい、はいはい、すいません。あ、ベルト、はい、ベルトももしね、持ってこれるようでしたら。ありがとうございました。はい、すいません。はい、ありがとうございました。やりました、やりましたよ。ちょっとサザさん、サザさん聞いてよ。アンジェラみたいかな、決まりましたよ。アンジェラみたいすごいでしょ。頑張れプロレスにカナさん出るよ。今興奮してんすよ。いや、これ新木場ファーストリングの、カナさんはわかりますよ。新木場ファーストリングの管理人さんだったらわかるでしょ、この俺の高揚感が。カナさん出るのはすごい、ね、あ、でしょ。しかもシングルでね。そう、すごいじゃないですか。あれ、カナさんとメガネ女子。いや、そうなんすよ。もうこれかけさせるしかないですよね。ああ、今からっていうね。そうっすよ。すごいイマジネーションのとか。そうなんすよ。はいはいはい。あ、ごめんなさいね、なんか邪魔しちゃったんで。すいません。すいません、なんか。カナさんが頑張れプロレス出ることになります。本当ですか。はい。今、交渉してきました。さすが。いやー。カナさん、頑張れプロレス出ますよ。すごくないですか。今、直談判しに行きました。やった、母さん出ます。やった、頑張れプロレスに出ます。